れが最後だから、少しだけ話をしよう。僕の人生振り返っても、君が一番の奇跡でした。笑えない君が笑うようになって、泣けない僕が泣くようになって、一緒に転んで砂だらけになって、あの日の波は綺麗でしたね。もう一度君に手が届くなら、なんだ